ウィキペディアイタリア語版、ウィキペディア項目数が100万を突破した、際の記念度語イタリア語版ウィキペディアは、イタリア語で編集されているウィキペディアの一つである。2001年5月11日に新設され、翌月の6月11日に、初めて編集が行われた。イタリア語版、ウィキペディアの現在の記事数は170万3141である。 2013年1月22日、イタリア語版、ウィキペディアの項目数が100万を突破した。2013年12月10日、現在、記事数は108万2614項目、67万以上のアカウントが登録されており、管理者は101人。英語版、ドイツ語版、フランス語版に次いで4番目に、記事数の多いウィキペディアとなっている。 他言語版と比べて小惑星の記事が充実している。なお他に小惑星記事が充実している。言語版としてポーランド語版、ポルトガル語版、スロバキア語版などがある。2001年5月に新設。2005年8月にイタリア語版、ウィキペディアの記事数が6万4000を超え、スペイン語版、ポルトガル語版を抜いて、当時8番目に大きなウィキペディアとなった。 これは、ボットによって、スペインのムニシピオに関するスタブを約8000記事作成した、通称コムニスポーノリー作戦が大きな要因として挙げられる。2005年9月には10万記事を達成し、同時期にオランダ語版の記事数を抜いた。また、同年9月には記事数でスウェーデン語版を抜いた。この時期の記事数の増加にもボットが大きく貢献しており、 例えばフランスのコミューンの記事をボットが約3万5000ページ作成するなどしていた。しかし2005年9月23日にはポーランド語版に記事数で抜かれた。その後も記事数は増加を続け2007年5月に30万項目を達成2008年10月3日には50万項目を達成2009年12月末には日本語版を抜いて 5番目に大きなウィキペディアとなった。2009年、イタリア5番ウィキペディアは、イタリアのジャーナリズムの賞として、最も歴史が古く権威のあるプロミリーノの新メディア部門を受賞した。2010年6月22日に70万記事を突破同年9月28日には、一度記事数で抜かれていたポーランド語番を抜き返し、4番目に大きなウィキペディアとなった。 しかしその後も記事数はポーランド語版とほぼ横並びになっており、2010年10月にはポーランド語版の記事数がやや上回っていた。2011年5月12日には80万記事を突破し、同時に再びポーランド語版を抜き返した。2011年10月4日からイタリア語版、ウィキペディアのすべてのページは、このマニフェストのページへ転送されるようになった。 2011年10月4日、イタリア議会内の大議員で審議されている通称 DDL インターセタツヨニーへの抗議のためにコミュニティの合意を経てイタリア語版ウィキペディアの全ページが閲覧不可となり管理者によってサイトがブロックされた。この法案はアマザベラグなどといった名称で報道されており、この法案が成立した場合、ウェブ上に掲載されたコンテンツに 個人のイメージを傷つけるという訴えが寄せられた際には48時間以内に内容を修正することが義務付けられる。また修正した際にその旨を記すコメント等は記入できない。抽象の有無についてを判断する中立的な第三者を置くことは検討されていないため法案が可決されれば情報が真実であるか否かに関わらず、 訴えが起こされた場合には情報を修正する義務が生じる。そのため、ウィキペディアの方針の一つである、中立性を保つことができないものと考えられており、編集に大きな制限がかかるものと予想されている。またそれにとどまらず、サイト自体を削除しなければならない事態に陥る可能性も懸念されている。ウィキペディアのコンテンツべてが抗議のために空白状態となったのは、 全言語版も通して、初めてのことである。ウィキメディア財団は、イタリア語版での抗議決定後、同日中に声明を発表し、公式にこの決定を指示した。トップページに表示されたマニフェストは1日で、約800万回以上閲覧された。10月6日にイタリア語版 Wikipedia は再開されたが、その後も1週間程度上部のバナーに引き続き、声明が表示されていた。 2018年7月3日時点の転送先画面。2018年7月3日、イタリア語版ウィキペディアは EU のデジタル単一市場における著作権に関する指令案への抗議を支持するとして、どのページを見ようとしても、ページ全体を用いたバナーだけを表示するページへ転送される設定とされた。ありがとうございます。